まあ、オスとメスのね、見分け方丸まらないので、両端をこう切っていくっていう。シャコの茹で方をね、紹介しようかと思いますと。まあ、シャコはね、結構鮮度が落ちるのが早いんで、まあ、あまり生では流通しないんですけれど、まあ、市場なんか行くとね、水槽でこの生きたシャコが出ますんで、まあ、今日はね、まあ、シャコ茹でて、まあ、殻の剥き方をね、紹介しようかと思いますと。まあ、シャコはね、これね、ここの、まあ、2本、この爪があるんですけど、この爪がね、非常に力が強くて、まあ、貝だとか水槽だとかをね、割るぐらい力が強いので、まあ、生で扱う際はそれだけね、注意してくださいと。シャコは子持ちシャコなんて言ってね、卵が入ってるシャコがいたりするんですけれど、まあ、オスとメスのね、見分け方っていうのは、今ね、産卵期じゃないんでここ卵入ってないんですけれど、卵が入ってれば、まあ、ここにね、色が出るので、まあ、それで見分けられるんですけれど、あとはね、このここね、このお腹の部分、ここにね、白い線が入るのが、メスのシャコですと。オスの場合はここにね、線が入らずに綺麗なね、まあ、こういう透き通った色をしてますと。まあ、これがね、オスとメスの見分け方ですね。はい、そうしたら、シャコね、茹でていきたいと思いますと。ここからね、シャコ茹でていくんですけれど、まあ、茹でるときはね、お塩入れて沸騰したお湯にシャコ入れますと。まあ、シャコ自体もね、生きてると、まあ、結構ね、暴れるので、まあ、あんまりね、元気がいい場合は氷水に一度つけてあげるとおとなしくなりますんで、そこから茹でてくださいと。で、まあ、エビなんかはね、これ串打って丸まらないようにして茹でるんですけど、シャコの場合はそのまま茹でても丸まらないので、そのままお湯に入れてしまって大丈夫です。まあ、茹でる時間なんですけれど、これまあ、お湯に入れるとこの沸騰が一旦お湯の温度が下がって沸騰が収まるので、再沸騰してからだいたい5分ぐらい茹でると、ちょうどいい茹で加減になりますかね。はい、まあ、こんな感じでね、再沸騰してから、5分茹でていきます。あ、ちなみにね、先ほどこのね、メスの卵の話をちょっとしたんですけれど、シャコっていうのは年に2回、春と秋にね、2度卵を持つので、春のシャコと秋のシャコは、まあ、メスだとね、子持ちのシャコになっています。5分経ちましたと。そしたら、まあ、これでね、茹で上がってますんで、まあ、あとザルにあげればいいんですけど、まあ、そのままザルにあげる人と、あとね、まあ、僕の場合はこんな感じでね、氷水に通してから、ザルにあげるんですけど、これね、まあ、氷水に通すと、まあ、ゆで卵と一緒でね、このシャコの殻が剥きやすくなると。まあ、ただこのね、あんまり氷水に長くつけておくとシャコの身が水っぽくなると。まあ、なんでね、その辺はまあ好みで、手早くちゃちゃっと剥きたいって方は、まあ、しっかりね、氷水につけて身を冷ましてあげた方が殻は剥きやすいですし、身がね、水っぽくなるのが嫌だって方は氷水ね、使わずに、まあ、そのままね、こうやってザルにあげて冷ましてあげればいいしと。まあ、この辺は好みで調節してくださいと。まあ、さっと氷水に沸騰しただけじゃまだ身が熱々なので、まあ、このままね、ある程度ね、あの粗熱が取れるまで冷ましておきますと。まあ、冷めたら殻を剥いていきたいと思います。これね、粗熱が取れたら、シャコの殻剥いていきます。シャコ剥くときはね、まあ、まずここね、頭の境目から、ハサミ使ってね、こう切り落としていきますと。こう足がついてるので、まあ、まずはね、この足を剥いて外してしまいますと。はい、こういった形ですね。エビなんかは、ここでね、まあ、このままこう指で殻剥いていけるんですけど、シャコっていうのはね、この上の殻とこのお腹側の殻がしっかりとくっついてるんで、このね、くっついてる部分を、ハサミで切り落としてから、身を剥いていきますと。
尻尾の先端までは身が詰まっていない場合が多いんで、まあ、ある程度ねこういった形で、まあ、この辺ねこの辺からこういった形で切り落としてしまって、この後にこの両端をこう切っていくっていうイメージですね。で、まあ、これね端はしっかりと身が入っているので、ここで身を切りすぎると食べる部分が小さくなってしまうんで、まあ、そこだけねちょっと気を使って切り落としてあげてください。まあ、こういったね見慣れたシャコの形になると思うので、そしたら、まずねこちらお腹側の殻を外しますと。これはねもう手で引っ張れば比較的簡単にこういった形でね、外せますので、今度こっちね上の殻をこう外していきますと。でまあこれね比較的しっかりくっついてる場合が多いのと、シャコの身自体がね、非常に柔らかいということで、ちょっと優しめにね気を使いながら剥いてあげると、こういった形でね、まあ、綺麗にシャコの身が取り出せますよと。あとシャコの頭はこれねこっちの頭側の身はそんなに食べることはないとは思うんですけれど、このね爪、まあ、これがねシャコの爪なんですけれど、このね爪の根元についてるこの関節部分は身がしっかり詰まってまして、まあ、シャコ爪なんてね呼ばれるんですけど、ここはね結構食感があって、まあ、甘みもあって美味しい部分なので、もしねここ食べる場合はね、まあ、こんな感じで先を切り落として根元をこう押してあげると、こういった形でね爪の部分の肉が取り出せるので、まあ、食べたかったらね、まあ、こうやって若干手間ではありますけど身を取り出して何個かねまとめて食べてみると意外と美味しかったりはしますんで、まあ、ちなみにねシャコはものすごい目がいいみたいなね、なんか人には見えない光が見えるなんてね話を聞いたことがある方もいるかとは思うんですけれど、あれはね、まあ、実は違うみたいで、まあ、人のね人間は色をね3つの光の組み合わせで見てるんですよ、赤と緑と青かなの3色を組み合わせて、でまあこのね赤の光が強いとか緑が弱いとかそういった感じで、まあ、例えば黄色だとかを認識してるらしいんですけれど、シャコっていうのはね12個の光をそれぞれ単独で見ているというか、直列回路と並列回路みたいなね、シャコの場合は光を、まあ、12色見れるらしいんですけれど、このね12個を組み合わせてるんではなくて、まあ、それぞれをね単純な信号として受け取っているなんて言われているので、結構ねシャコが目がいいなんていう話を聞くんですけれど、実際はねそこまでいろんな色を見ているわけではないのではないかと最近は言われてるみたいですよ。まあ、ちなみにねシャコは結構全国どこでも水揚げがあって、まあ、もちろんね寿司ネタで有名だから東京湾でも水揚げがありますし、あとはね瀬戸内四国なんかの方でも多いですし、今日のこのシャコは、三陸ですね。であと北海道なんかでも水揚げがあって、北海道のシャコはね結構四国とかこっちの方のシャコなんかよりも一回り二回り大きいような印象がありますかね。こう暖かい地域にいる生き物の方が大きいイメージはあるんですけれど、シャコはねどういうわけか北海道産は結構大きいのが出回るんですよね。はい、まあこんな感じでねシャコさばけたら、まあ、あとは食べるだけという形ですね。人によってはねここからねだしに漬け込んでではそこから食べるなんて方もいるんですけれど、僕はこれまあそのままでも十分美味しいかなと思うので、イチョウの葉っぱね緑をちょっと
敷いてあげて、でまあこのままだとね若干大きいかなって感じはするので、まあ、こんな感じでね半分に切って盛り付けてあげればいいのかなと。まあ、であとねこれさっき取り出した、まあ、爪もねちょっと添えてあげて、まあ、わさびをね軽く添えてあげて、あと、まあ人気なのはねこれ甘だれ、甘だれっていうのは、まあ、今回これはね、穴子を煮詰めた出汁にちょっとね砂糖と醤油で味を加えてるようなものなんですけれど、アナゴの甘だれで食べても美味しいので好みでお召し上がりください。はい、ということで今日は、シャコの茹で方とシャコの剥き方とご紹介しました。はい、以上でございます。